北上町は宮城県北東部にあった太平洋に面する町である。2005年4月1日に合併し、石巻市となった。宮城県北東部太平洋に面する町である。北上川の河口に位置する。町の面積の70%以上を山林が占める。海岸部は南三陸近火山国定公園に指定されている。 縄文時代の貝塚の遺跡である泉さんは貝塚から縄文土器の破片や遮光器道牛が出土しており、出土した貝類はすべて海水産であったことから、水波湾の豊富な海産物を取っていたことが伺える。天平法事年間より、物宇城を中心に、中部、関東からの移民や基準した絵図による開墾が進められ、北上町にまで進んだとされている。鎌倉時代になり、 欧州合戦が勃発すると、欧州藤原氏三代目、藤原秀平の四男である藤原高校が、元吉賀者と名乗り、この地域を支配していた。その後、欧州合戦で先行を挙げた、相模の豪族である山内須藤常都氏が自童として支配するようになり、山内須藤氏は十一代にわたって、物うぐん北方を治めるが、火災創生によって滅ぼされ、 以来、葛西医師がこの地域を治めるようになる。しかし、葛西家十六代、葛西春信は、豊臣秀吉による小田原征伐に参陣しなかったため、欧州市沖によりその領地を没収され木村義清が新たな領主になるが、また、木村氏も葛西大崎一期によって改役され、この一期を鎮圧した伊達政宗がこの領土を治めるようになる。江戸時代には、 仙台藩の支配下となり、当域は、元吉郡十三浜、物ノ郡、橋浦、物ノ郡長尾、物ノ郡群長川の四河村から成り立っており、十三浜には二人の肝入りが、その他の地域には一人ずつ肝入りが置かれた。町内に鉄道路線はない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、東日本旅客鉄道気仙沼線陸前徳良駅。ありがとうございます。